大丈夫ですか？お腹が、私の赤ちゃんが。あいつ、絶対に許さない。妊婦にぶつかってきた、ぶつかり男の末路。ソータ、今日は付き合ってくれてありがとう。おかげで新しい洋服も買えたし、助かったよ。気にしないで、俺も女の子の洋服見るの好きだしさ。ソータに選んでもらえたから、おしゃれな服も見つけられてよかった。早くユリカがその服着てるのを見てみたいな。私の名前は水戸ユリカ。今日は幼馴染の獅子原ソータとお買い物に来ていました。この通り、ソータは女子力が高いのだけれど、実は中学時代はヤンキーの高層区域を一人で治めた伝説の元ヤン。でもソータほど女の子と買い物して楽しめる男子もいないだろうな。待ってね、もう少しでお家に着くからね。どいつもこいつも幸せそうにしやがって。大丈夫ですか？怪我ないですか？起き上がれます？ありがとう。お腹が。あの野郎、いきなりぶつかって謝りもしないでいくなんて、どういう神経してんだよ。誰か来てください。どうしました？今こちらの女性がぶつかられて倒れてしまって、とにかく救急車を。わかりました。ぶつかり男。何だったんだよさっきの男は。妊婦さんにぶつかって放っておくなんてどうかしてるよ。またですか？またってどういうことですか？もしかして今みたいなことがよくあるんですか？実はここ最近になって、女性が男に突然ぶつかられるという事件が多発してるんです。私たちも何とか犯人を捕まえようと防犯カメラも増やして探してるんですが、他の業務もしながらなのでなかなか捕まえられなくて。そんな。でもなんでわざわざぶつかってくるんだろう。そんなことする意味ある？ニュースで見たけど、他にもいろんな場所で結構そういう事件が増えてるらしいよ。そうなの？自分より力の弱い、幸せそうな人生を送ってる女性に八つ当たりみたいに怒りをぶつけてるんだって。ぶつかり男っていうらしいよ。ぶつかり男、最低だな。この駅でも被害に遭うのは女子高生とか妊婦さんとかが多いですし、男性が犯人なのは間違いないようです。男が女性に暴力振るうなんて。ねえ、私がおとりになるから捕まえられないかな？ユリカが？それは危ないよ。そんなことしないで、今からすぐ追っかけてとっ捕まえた方がいいよ。ダメ、逃げてから時間経ってるし、今から追いかけるのは得策じゃないよ。私がおとりになった方が手っ取り早いと思う。おとり役は私がやるから、ソータは私が危ない目に遭いそうなところで捕まえて、二人で協力してあの妊婦さんにぶつかった男を捕まえよう。わかった。でもちょっとでも危なそうだったらすぐ止めに入るからね。それなら僕もできる限り協力します。無線を使えば連携も取りやすいですし、人手が多い方が捕まえやすいですからね。他の駅員にも仕事の合間を縫って手伝ってもらえないか頼んでみます。おとり捜査。ユリカ、聞こえる？イヤホンの調子は大丈夫？聞こえるよ、ソータ。この6番線のホームあたりがよくぶつかり男が出やすいスポットなんだって。すぐに駆けつけられるように、俺は少し離れたところにいるから安心してね。うまくそちらにおびき出せるように、他のホームでもなるべく駅員に警戒してもらってます。ありがとうございます。じゃあソータ、作戦通りよろしくね。うん、任せて。ぶつかり男は幸せそうな女性を狙うって言ってたから、まずは幸せそうに歩かないと。どこから男が現れるかわからないから気をつけてね、ユリカ。うん、どこにいるんだろう。妊婦さんを傷つけるなんて絶対に許せない。うまくおびき出してやる。どこだ、どこから来る？大丈夫、私にはソータがいる。それに私だってソータに守られてばっかりじゃいられない。私の手で捕まえなくちゃ。いた、右斜め前方に男を確認。ユリカ、服装が違うから警戒して。グレーのパーカーになってるけど、シューズは赤いままだ。うん。くそ、どいつもこいつも幸せそうにしやがって、ムカつくんだよ。くそ、次のターゲットはあいつにしよう。どうしよう、妊婦さんに向かってる。私がカバーに入ります。くそ、邪魔が入った。なら次のターゲットはあいつだ。来る。ユリカ、準備はいい？気をつけてね。うん。幸せそうな女め、ムカつくんだよ。くれい。今だ。何？避けられた。大丈夫ですか？助かった。じゃなくて。
あんたの頭がだよ。え、今ユリカにわざとぶつかりに行ったよな。ぶつかってホームに落ちてたらどうすんだ。あ、誤解だ。俺はよろめいただけで。嘘ついてんじゃねえぞ。お前、妊婦さんも突き飛ばしてたよな。妊婦さんは病院に運ばれたんですよ。どう責任取るんですか。男が女の子より力があるのはな、女の子を守るためなんだよ。男が女の子に手を出してどうすんだ。あ、監視カメラでお前の顔もバッチリ押さえてる。観念しろ。くそ、待て、逃がすか。急げ、取り押さえろ。ソータ、やったね、ありがとう。今回はユリカのおとり作戦がうまくいったからだよ。俺だけじゃ多分捕まえられなかったもん。そうかな。ソータに褒められるとなんか嬉しいの。俺、この前は助けてくれて本当にありがとうございました。あ、赤ちゃん生まれたんですね。ええ、転んだけど特に赤ちゃんにも問題がなくって本当に良かったです。本当にありがとう。僕からもお礼を言わせてください。犯人も君が捕まえてくれたんだろう。えへへ、ユリカと駅員さんの協力があったからですよ。ソータのこと気になるのかな。かわいいね。あの、よかったら抱いてあげてください。いいんですか。もちろんです。あと、できれば二人のお名前聞いてもいいですか。私はミトユリカです。俺は獅子原ソータって言います。ユリカちゃんにソータくん、いい名前ね。あなた、いいでしょ。そうだな、やっぱりそうしよう。ん？どうかしたんですか。あの、もしよかったらこの子にもソータって名付けていいかしら。妻がどうしても君の名前をこの子につけたいって言って聞かなくてね。え、俺の名前を逆にいいんですか。もちろんです。あなたみたいな可愛くてかっこよくて優しい男の子に育ってほしいの。まあ、俺は全然構わないですけど。よかったね、ソータ。えへへ、君もソータくんなんだね。はぁ、私の幼馴染獅子原ソータは元ヤンだけど、女性に優しくて赤ちゃんにも好かれる優しい心の持ち主。それにしても赤ちゃんとソータのツーショットは尊い。チャンネル登録してほしいな。はい、ふざけないでちゃんと言って。チャンネル登録お願いします。